10年後もどうかねとかさ、あ、そうだねそうだね、介護は考えてるんですかとかさ、年金はとかさ、質問っていうか、質問っていうのあれは、いやもう分からん。皆様こんにちは、田中小梅です。田中小梅の女性性解放チャンネルへようこそ。このチャンネルのテーマは愛、自由、性、美、喜びです。今日もよろしくお願いします。今日は私たちの出会いと別れについてお話しさせていただきたいと思います。このね、動画見てくださっている方は、まあ、私たちがね、どこで出会ったっていうのも、まあ、何回かねお伝えさせていただいているんだけれども、やっぱりまだまだコメントの中でね、どんな風に出会って、その付き合いに至るまでの経緯を教えてくださいって、今もね、そんな割と一生来てる、一生来てるね。そうだね、なので改めて10年後もどうかねとかさ、あ、そうだねそうだね、介護は考えてるんですかとかさ、年金はとかさ、いろんなね、そうね、質問っていうか、質問っていうのあれは、いやもう分からん、言いっぱなしっていうの、それでね、まとめてみようかっていうことでね、別にそれらのコメントに対して反論するつもりもないけど、私たちがこの出会いと別れっていうものに関してどんなふうに考えているのかっていうか、どういうことがあったのかみたいなね、ちょっと話、では出会いについてはよろしくお願いします。はい、女性専用風俗のセラピストとユーザーっていう関係でね、最初出会ったのが、もう去年の9月、9月、ちょうど1年ほんと1年前だ ね、 ね、去年の9月12日だからねほんとにちょうど1年だねよく覚えてるね。まあね、ゆうきが9月の11日にセラピストデビューして、で9月の12日のゆうきにとっては初の指名客が本当に私だったからね。で、私はそんなことつゆとも知らず、可愛いなと思って、でもまあ若いからなしって思ったけど、まあ結局は何かに惹かれたから、去年の9月12日に私の宿泊しているね、仕事先のホテルで会ってね、それで出会って1年で正式にお付き合いしてからは3ヶ月になったね。そうだね、6月の12日が、11?12 か、そう、6月の12日にゆうきくんがセラピストを辞めるってね、その前のさ1ヶ月ぐらいはさ、なんとなくさ、どうなるの私たちみたいな、何とも言えない関係性、そうだね、だってゆうきはまだセラピストだったし、私のことを気に入ってくれてるのは感じてたし、他のお客様ともちょっと違うのかなっていうような雰囲気も出てたし、でも私がそれを自分から言うのはずうずうしいし、すごい上手な営業かもしれないしね、5月ぐらいはどうなるんだろう、それまでのね、去年の9月から5月まではもう至って健全に、もう毎月1回か2回か3回か会って、本当に毎回いい時間をね、楽しい時間、楽しかったね、今は違った意味でもっとね、そうだね、深まってるから楽しいけど、あの時はあの時でね、いい時間をね、あの関係性でもちゃんと楽しかったもんね、あの関係性でも、そう、セラピストとユーザーっていうだけの関係でも相当楽しかった、幸せだった。なんかさ、思うんだけど、人間関係って深めていったら深めていくで、いろんな問題が、自分の問題と向き合わなきゃいけないことってあるじゃない。でも常にセラピストとユーザー、まあお金の関係ってさ、その時間だけ楽しませてくれるし、その時間も目いっぱい優しくしてくれるし、すごい薄っぺらな関係かもしれないけど、愛情に満ちた時間っていうのを過ごせるから、それはそれで私は、そうだね、よかったかな。回を重ねていくごとに好きっていう気持ちがね、お互いの中で芽生えてきたっていうことだよね。そうだね、僕としてもこのお仕事をしていくのに揺れてた時期だよね。このまま続けていいのか、結局出会っていろいろ話していくうちに、このお仕事ずっとは続けられないなっていうのも途中から見えてきてたから、そうね、持って1年かなとかなってたもんね、途中は。でも1年は絶対持つと思ってたんだけどね、持つどうこうの問題じゃなくなっちゃったっていうそうね、なんか持つっていうのもね、なんかちょっと違うけどね、持たせるっていうのもね、まあでも生活のためには持たせてもいいと思う、ね、なるほどね、そうだね、まあそうよね、
好きにもなって、でじゃあ本当に付き合うってなったらこのね立場のまま付き合うって信憑性ないじゃんでセラピストしてるけどちょっと付き合いしてもくださいって言ってもおかしい、うん、それ本当に営業みたいなもんだからね。そうそうそう、それ何人に言ってるんですかみたいな感じになっちゃうからね。そうそう、なんかセラピスト始める前から付き合ってましたならいいと思うんだけどさ、いざ始めてから付き合うってなると結構ね問題あると思うからいろいろと、そこをきっぱりしてから生活もいろいろ見直してって感じだったね、うんうん、そうだね、1年かけて2人の時間を温めながら、どん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 好きっていうのが、ね、お互いの中で生まれてきて、そこでやめることももちろんね、自分の気持ちをここでピッてストップすることも多分お互いにできた期間があったと思うんだけども、もう少し深めたいねってなったんだねきっとね、そうだね、まあ、世の中にはさまだまだ女性専用風俗女風を知らない人もいると思うし、使ったことのない人の方が圧倒的だと思うし、そうだね、プラス、ね、自分たちが使ってて僕たちの関係を見て、あ、私たちもできるって思う人も中にいると思うし、そうだ ね、一つの出会いによってね、私たちもまさかね自分の人生が変わるなんてね思わなかったね。まあ出会いの場はどこでもいいと思うんだよね、かといって私たちみたいな女風で出会ったダリが本気でね愛し合いたいなって思うところまで行くかどうかっていうのはなくはないと思うけどね、まあそこまで多くないのかなと思うから、まあ珍しい方なのかな。そうだね、珍しいと思う、表面的だったら多いかもしれないけど深めるっていう意味ではね、そうだね、私たちは深めたいと思ったんだよね、女風で出会ったっていうこともまあまあレアだけども、そこから真剣なお付き合いっていうのもレアだと思うけど、35歳差っていうのがとにかくレアだよね。とにかくレアです。ゆうきの前もね26歳のボーイフレンドがねいて、で、まあ、その26歳のボーイフレンドとは半年お付き合いして、去年の12月31日に振られたっていう話もね、以前の動画でしたと思うけどね、前ね正直なコメントで去年の6月から12月まで26歳のボーイフレンドがいたのになぜゆうきさんと会ってたんですかっていうコメントが、正直な気持ち本当にそうよね、そう思うよねって書かせていただいたのが、その彼に満たされていたらいろんな意味でね、そしたらもちろん女風は使わなかったと思うし、女の心っていうか人の心っていうかこう白黒つかない時ってあると思うのよ、別に前の彼のことを嫌いになったわけじゃないし別れたいとも思ってないけれども、どこかなんか満たされない思いといって、まだ話し合えていないことっていうのもあったりとかして、その時ね、でそういうのがあった中で、まあ毎月東京にお仕事に来た時、本当にゆうきとの時間ってすごく癒されて満たされたんだよね。そうするとあの時って両方私には必要だった時だったんだよね、やっぱりそういうの嫌いですっていう人もね、潔癖な方もいて、それはそれでも間違ってないと思うのよ、そういう考え方もね、でも私にはそのバランスがまあ必要だったっていう感じかな。結果的にまあゆうきと一緒にいるってことは、私はゆうきとの関係性で不足感がやっぱりないんだよね。ありがたい。女風使ってないよ、僕本当にそのね、その前お付けしてた、ね、方の気持ちを分かれてたり失礼だけど、僕付き合ってる時にこんな遊び方されてたら普通に嫌いになるよね自分と一緒に付き合ってるのに女風を使うって何って思うじゃん。ただ僕がいざね働いてみて思ったのは、少なくないんだよね、パートナーがいて女風を使うっていう方も。そうだね、そうだから、その方たちの話とかも聞いてて理解できちゃうわってところまで自分の中でね、落とし込めたから、今はちょっと何とも思わないけど、ただでも今はね、もちろんもちろん女風を使うとか浮気をするっていうのは、今いる恋人やご主人に対して満たされない思いがあるわけだから、でもそれは思うのがさ、なんかやっぱり浮気とかする前に本当はパートナーシップで話し合えて素直な関係でね、コミュニケーションが取れていたら浮気をする必要もないし女風に行く必要もないのよね。この出会いだったからこそ今までのその僕がお付き合いしてた方と取れなかったっていうか、ちゃんと向き合いきれなかった性のハードルが低くなった性の話について、だってもうそこで出会ってるからさ、そう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 、
まああとはね、今日のテーマはほら出会いと別れだからさ、うん、まあ別れの方なんだけども、もちろん今日別れの報告をするためのね動画ではないんだけれどもまず別れっていうものに関して私たちがねどう考えてるかっていうのをちょっとそのお話をねしていきたいよね、うん、いやこれは僕からとかじゃなくて、もうだってコメント欄に返してたような感じでさ、うん、まずこうみちゃんの気持ちを今こうやって話してほしい。私たちで言ったらね、ユキの方がね、うん、あの嫉妬するもんね。そうだね、もう僕は本当に思いやりがありますからでも嫉妬させるような言動もなければ僕自身はねでも嫉妬させたいわけじゃないんだけど、ね、もちろんそれは別だからね、うん、全然全然、うん、なんかさ嫉妬させるさプレイあるじゃん、あるある、恋人同士の中で、うん、相手がどのぐらい自分を好きかっていうのを測りたいから、なんか嫉妬させるプレイみたいなのあると思うけど、はい、私ないよ全くそれは。そう、全然。あと僕って本当分かると思うけど、うん、気を使い続けて生きてきたからさ、うん、自分の彼女とか好きな人こういうことで嫌な気持ちになりそうだったらやめようみたいな感じでずっと生きてきてるからさ、うんうんうん、まあ、自然とそういう行動がなくなるわけ、うん、でそれをベースに考えるとさ、小梅、うんうん、ちゃんにもさそういう理想を押し付けちゃう時があるじゃない、うんうんうん、僕がこういう風に立ち回ってんだから僕にもそういう気持ちさせないように動いてよって無意識になっちゃうところがあるから、そこはね今ちょっとずつ直してる。その年の差カップルで年上の女性だからイケメンを感じる必要もないし、親子に見られて嫌だとか、もう本当にそういうのやめましょう。まずはね、私たち誰かにどう見られたいっていうのね、ないね。で彼らは素朴な疑問なんだろうけどさ、うんうん、そのコメントの前提にあるものって周りからどう見られるかじゃん、うん、介護もそうでしょ結局、うん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 、だって今自分が付き合ってる人とか好きな人がさ、じゃあ介護が必要な状態になりました、何らか事故なり老いなりでさ、いろいろね、でそうなった時に介護必要になったからって好きじゃなくなる理由になるのって話じゃん。今までの自分たちの知っている世界の中から見える世界、うんうん、LGBTQ だってどれだけ多様性広がってきたか、うん、そしてそれを受け入れてくれる文化や国もすごい増えてきてるわけだし、で年の差カップルっていうのもその一つだと思うから、今までの自分の常識の中にはなかったけど、あ、こういう生き方してる人たちもいるんだねっていう風に普通に見てもらえたら嬉しいなと思うんだけども、うん、人から正常に見られたい、人から幸せなカップルに見られたい、普通に見られたいとかなのかな。私たちは本当そこ考えてなくて、だから私は勇気とこう並んでてコメントにすごいシワが気になりますねとか書いてあるけど、そんなのもう60だから当たり前だしって思うわけ。何年目のシワ可愛いだろそうだから本当に気にしてないっていうのもあるし、二人がね幸せであるかどうかっていうのが一番大事で、そこからブレたくないよね。うん、そうだね、うん、いつ別れるのかって考えながら生きてるわけでもないし、年の差カップルだけに限らず全てのもう全人類に明日が来る保証って誰にもないから、そういう意味では明日のことすらあんまり考えてないって感じかな、うん、私たちは朝、まあ、一緒に起きた時、または離れてそれぞれの場所で LINE 送る時、大好きって毎日1日目にしてるのが、うん、明日がどうなるかっていうのを考えてないから、今日をとにかくね好きっていう気持ちでただ毎日生きているっていう感じだね、うん、正直現時点で勇気はさ、私を介護までしてくれるよ、最後まで看取ってくれるよぐらいの気持ちでいてくれるけど、うん、それも別に嬉しいけど期待も特にしてないし、そうしてほしいとも思ってないし、なんならさせないって言ってたじゃん、うん、まあね、うん、コメントの中で年上女性が彼のことを思って私は身を引きますみたいのがあるわけ、ね、その悲劇のなんかやめてくださいと思うのが分からなくはない。なぜなら私たちもう50何歳60歳近くになったら子供を産めない、だから彼のお父さんお母さんのことを考えたら孫の顔を見せられない、ああ離れた方がいいのかなって気持ちは分からなくはない。でもそれって本当に彼のこと思ってるのって思うわけ。彼は痛いわけじゃないね。ね。言ってやって。これって別れる時の理由にもよく使われるじゃん。その相手のことを思ってとかさ、うん、それって本当は全部自分のためじゃん。そう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 。ね、ね、自分の世界でしかないからさ、うん、相手がどうしたいのかと自分がどうしたいのかのね、うん、この気持ちがちゃんと理解できてないと、まあそもそもそういう結果に至らないというか。だから。私たちは別れる時が来たら別れるけど、うんうんうん、それまでは別れないよっていう話です。そうそう、シンプルにね、そうそう、本当にそう。もうみんなも自分らしく生きてほしいっていう気持ちもあって TikTok をね、僕たちなりに
配信してるわけで、そうだね、 YouTube もそうだね、うん、そう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 、私はまあ本当にこの女性が、うん、本当に解放されて自由に残りのね人生女を楽しんでほしいな、うん、で女性のこのさ愛とか喜びのパワーってすごいパワフルだと思うわけ、うん、すごい愛だと思うから、そしたらさ、うん、もっとね愛したい人愛せると思うし、そうだね、うんうん、あとはもうこの僕たちの関係がねその希望になってるのも嬉しいしね、うんうん、その人によってさ、そうだね、そうだね、うん、だって女性はいくつになってもさこういう恋愛もできるししていいし、そう本当にね自分の好きなようにね生きていいっていうことを分かってほしいよね、うん、うん、いつもありがとうございます。無条件の愛をあなたに。